はい、用意スタート。大月ブリブリな RTA 始まるよ。今日は超巨大なブリをさばいていくやで。たまたまツイッターで流れてきたんやけど、コロナの影響で大月ブリとかいうのが20万匹余ってる言うて、通常価格から3000円近く安くなってるし、よっしゃ仕方ないから協力したろってことで買ってみたやで。RTA を走りながら経済を回す走者の感な感じになったら早速さばいていくんやけど、わけあって非常に急いでます。到着予定日を指定してたんやけど、指定日より1日前に届いてもて、2時間後に人と会う予定があったから、帰ってからさばこうと思ってたんやけど、これが想像以上にでかい。家の冷凍庫があと3倍ぐらいにならないと入りませんね、クオレハ。まあでも2時間あったらさすがに間に合うやろってことで、急遽急いで撮影してるやで。ちなみに、このデバ包丁を送ってくれたさすらいのドワーフさんっていう方が、ツイッターでブリのさばき方を動画撮ってアップしてくれてたの事前に見させてもろてたから。ママ、なんとかなるやろ。なんかこのブリめちゃくちゃヌルヌルしてて、ローションみたいなのが全身に塗られまくってるんやけど、これなんなんすかね。まあでもそんなことを気にしてる暇はないので、早速ウロコ取りましょ。こんだけ大きい魚やとウロコ取るんも一苦労やな。ウロコはヒレの周りとか端っこの方も徹底的にやって、一枚も残らないようにするやで。丁寧な仕事ですね、クオレハ。な感じになったら洗って、ローションを落としてさばいていくやで。正直前回のイワシ切った撮影からほとんど魚さばけてなかったんやけど、動画とかで見た感じ、アジのさばき方と8割ぐらい一緒やったな。まずヒレに沿って斜めに包丁を入れます。うせやろ。こんなクソ太い骨誰が切れんねん。あ、ちなみに、このまま一刀両断しようとしてるけど、ほんまは中骨に当たったら反対側も切り込みを入れて、でその後骨を断ち切る感じやな。ここでようやく裏側も切らなあかんことに気づいたやで。ガバ。でブリさばく動画見直したら、さばき方間違ってたわ。最初は頭だけ落とさなあかんから、ヒレと頭の間を切るべきやったな。てかこれ内臓も取ってくれてるやん。激おそ発見姉貴。頭の部分もほとんど取れてる状態やから切るだけでよかったな。硬すぎて切られへん。これは硬い。せや、ねじって、ねじって、引きちぎろう。絶対出刃包丁で骨を断ち切った方が早いと思うんですが。よし。で、その後ヒレとカマの部分を切り落とすわけやな。こんなでかい魚さばいたことないから、正直ちょっと気持ち悪くなってるやで。吐きそう。でも待ち合わせの時間が刻一刻と迫ってるから頑張るやで。前の味の時と切り方は一緒っすね。中骨にゴリゴリ当たるまで包丁を入れて。背中側も同じようにやりましょう。さすがにでかいとやりにくいな。なんか中にビラビラした見えてはいけないものが見えてるんですが。あ。な感じになったら骨を断ち切りながら開いていきましょう。ここすごい。すごくない？骨を断ち切りながら刺身を2枚切るという超絶技巧ですね、クオレハ。しかもめちゃくちゃちょうどいい刺身のサイズで草。刺身や。うまそう。じゃあお次は真ん中のでっかい骨のとこ切りましょう。切り口がガッタガタやな。このビローンってなってるやついつ切ったやつか全然わからへん。ということで無事3枚おろしに成功。3枚おろし。腹骨をすきましょう。腹骨。
取りしましょう。じゃあようやくブリ大根用にそれっぽい形に切っていくやで。ブリ大根のブリってこんなに血合いやったっけ？多分血合い落とすっぽいから落としとこか。ちょうど血合いと血合いの境目みたいなとこ切ってませんかね。よし、じゃあ綺麗に血合いを切ったつもりになったからブリ大根用に切っていくで。めっちゃゴリゴリいって中骨が全然取れてませんやん。今度こそ血合いと中骨を一緒に削ぎ落としましょう。クソみてえな料理人に当たっちまったぜってブリくん思ってそう。取れました。んじゃ今度こそブリ大根用に切っていこか。こんだけガバガバでもこうして切り身だけ見てみるとなんとか形にはなったな。てか切り始めた時からずっと思ってたんやけど、このブリ油がめちゃめちゃすごいな。んじゃ次は刺身を切っていくやで。ようやくこの刺身包丁の出番や。青髪スーパーに決めてる。まずは皮を引かなあかんねんな。失敗。もう一回行きましょう。うん。B じゃないな。にしても、ほんまテッカテカやな君は。油がよう乗ってるブリやで。ちなみにもう一枚も皮引いてみようか。今度は一発でいけたけど、むしろさっきの方がうまいな。刺身包丁の刃全体を使って刺身切るってイメージがあるんやけど、合ってるやろか？ああ疲れた。もう我慢できねえ。ほな、いただきます。パク、うん、うん、ビビるぐらいうまい。ここでタイマーストップ。しないってことは、長い戦いになるな。んじゃお片付けしましょう。刺身とブリ大根用以外の頭やあら、皮は、先日いただいたアイラップに全部入れていくやで。このアイラップに入れる分は冷凍保存しましょう。これ頭もクソでかいから、冷凍保存する前に、ある程度ぶつ切りにして冷凍した方が良かったっすね。ほなまあこんな感じで。ぶっちゃけ骨突き抜けてアイラップくん破れてるけどパパ、エアロ。これが刺身用に切ったやつっすね。あの後追加で3枚ほど食べたけど、漏れなく3枚ともくっそうまかったやで。新鮮なブリは油の乗り方がほんまに違うな。あと、臭みも全くない。ほんでこっちがブリ大根用に切り分けたやつなんやけど。2段ぐらいに敷き詰めてるから、見た目より結構重いやで。ぬわーあーあーあん、乾燥してないのに疲れたもおーおーえぬ。スタッフロール。もう刃中油まみれや。ということで次回はブリと大根を使ってあの料理を作っていくやで。一体何大根なんだ。ちなみに今回さばいたブリは、尻尾以外すべて捨ててないので、それらをすべて調理し終えたらタイマーストップとするやで。ザ・エンドってね。はい。ごちそうさまでした、ってね。